ラジオドラマ恋文、おまんが好きでよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。私たちは高知を地震から守ります。高知のインフラを守ります。高知のコミュニティを守ります。私たちが高知を守り元気にします。高知セーフティープロテクト総合建設コンサルタント株式会社第一コンサルタンツ。発売から30年余りのロングセラー、国内産無添加健康茶ファンメイ茶。体温を上げて体質改善、飲み出す前1ヶ月後体温を比べてみてください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-50-1388 ミヤビエンファンメイ茶まで。このままじゃいかんぜよと。日本人の誇り、日本人の美学、日本人の心を綴るおとぎ龍馬からの手紙、好評発売中。恋文、おまんが好きでよ。ラジオドラマ恋文おまんが好きでよ、原作中田文、脚本監督演出おとぎ川村せんべい。第7話絶景仁淀川の巻。キャスト桂浜の坂本龍馬、ナレーションおとぎ川村せんべい、中田文、姉の紗恵さん役日高よし子、中田優役金子博則、池くん役海部俊志、ほか。日本の夜明けだよ。人は思いもよらぬ出来事に遭遇した時、その真価が問われたりするきの、特に気になる女子にまつわる出来事、千載一遇のチャンスになるか否かはおまん次第ぜよ。ふみさんにとって中学生活最後の冬休み、高校進学で慌ただしく勉学に勤しむ日々を送るある日のこと、姉の紗恵さんからお正月に中田くんが挨拶に来ることを聞く。小津高校進学を決めたふみさんにとっても、校長先生のように世話を焼いてくれる後のご主人ゆうさんの存在はかなり大きなものに。あのね、ふみ、生徒会長の中田くんがこの1年間副会長を務めた私のローンをねぎらって。紗恵さん、おかげさまで生徒会執行部としての無事任務遂行できました。ありがとうございます。つきましては、その挨拶にお正月我が家に来ることになったき、泊まりがけで来るからしっかりお世話するき、ふみもそのつもりで楽しみにしときね。じゃあその日はおせち料理もあるけど、何かおいしいものでおもてなし、参考書のお礼もあるし。すき焼きパーティー、中田くん肉が好き、わー楽しみ。お正月、ゆうさん同じ生徒会執行部の池くんを誘い、二人でお小遣いを出し合って購入した名家土佐日記を片手に、高知市内からバスに乗り揺られること40分余り、仁淀川支流にある五北村、今の伊野町神谷川へ。初めて見る景色、仁淀ブルー奇跡の清流と称され、水質連続日本一の河川敷に大感動の優さんご一行。まさか紗恵さんのご実家に招かれるとは。ということは言うまでもなく、ふみちゃんもいるということで、緊張するぜよ。緊張は夏、今は冬ぜよ会長。緊張が顔に出てるがぜよ。それにしても景色が素晴らしい、絶景絶景。まっこと大きな川ぜよ。それに水がほれ、あがいにキラキラ輝いて透き通っちゃる。川魚ものびのび水泳大会ぜよ。池くん、君もどうだい、
あの大きな川に飛び込んで泳ぎの練習。かの坂本龍馬も幼少の頃は泣き虫小僧と言われとっての。この仁淀川付近の鏡川で乙女姉やんから泳ぎを教わって強なったらしいぜよ。こんな素晴らしい環境でさえさん、そしてふみちゃんも育ったんだ。うんうん。バスは揺れる。のどかな仁淀川河川敷を横目に五北村上屋川へ。整然と立ち並ぶ木々の間に平屋建ての母屋、四国電力発電所周囲20軒の社宅、2軒一棟の佇まいの風景はまさに別天地。ふみさんのご実家佇まいは台所8畳ほどに大きなかまどを2つ、今6畳、床の間8畳、寝室8畳、子供部屋6畳、南側には広い廊下、窓を開けると縁側があり、30坪の家庭菜園がある。すぐ下には神谷川川が流れ、夏は最高の水泳の場所。まだ見ぬふみさんご実家の光景に胸弾ませるゆうさんである。着いたぜよ。多分ここぜよ。もちろんふみちゃんもいるんだよね。ということはご両親も家族みんな。ああ緊張する。深呼吸して落ち着くぜよ。大きな家、さえさん、郊外なところに住んどるがですか。会長、これはちょっとした料亭のような感じですろ。おお、びっくりぜよ。よっしゃ、覚悟を決めて。ごめんください。小津高校生徒会執行部生徒会長中田と池と申します。新年のご挨拶も兼ねて生徒会任務無事終了のご報告に伺いました。ごめんください。頼もう。いよいよ始まったがぜよ。運命の歯車が大きく回り出したがぜよ。人の出会いが出会いを呼び、やがて大きな輪になる。まっこと人生は面白いぜよ。さて次回は料亭さながらのふみさんご実家はゆうさんご一行を大歓迎。ふみさんの家族との心温まる触れ合いのさなか、ゆうさんふみさんの別の一面を見出すことに。それは乞うご期待、お楽しみに。恋文おまんが好きぜよ。はい、第7週目終わりましたですね、はい、金子さん。終わりましたね。今まで の, あのストーリーの展開と違ってですね、うんうん、あれですね、その金子さんが扮する優さんが、うん、さんはい、うん、彼女のご実家に、うん、行くんですね、行くというそのシチュエーションの中で、はい、仁淀川ですよ、ずっと僕らがお世話になっている、うんうん、この仁淀川をずっと通っていくわけでございますが、うん、この仁淀川にまつわるですね、はい、ゲストが川にまつわるゲスト。いやいやいや、ああどんな紹介ですか仙台さん。いやきちんとだって清流ですごい綺麗なところでしょ。そうですそうです、あの時、あの堀江純さんでございますね。いやいや、あそうだよ、紹介しろよまず。何してんだよ。いやいやいや、堀江純ですどうも、ね、はい、よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました、はい、本当ですよ、本当お世話になりましたです、あの時は。いやいやね、えなんかすごいツアーでね、去年の8月でしたね。そうで、大雨でさ、ものすごかった、その仁淀川の時、そうそう、氾濫しそうなぐらいな勢いで。そうだって高知市 の,、はいはいはい、あの市民にあの避難勧告とか、避難勧告出て出た時だもんね。そうですそうですそうです、はい、そうだよ本当だよ。仁淀川が決壊するかもしれない、そう、ね、そうそうぐらいなね、そうそう、そうですよ、車がバーンとほら、そうそう、あの時印象的だったのがですね、その仁淀川に、はい、あの3人でですね、その川のこう流れを見ながらですね、見てた、はい、で純さんがですね、うん、写真撮ってるんですよ、カマキリを。避難してたカマキリがいたのよ。その時にさ、俺はそうやってさ、あのそういうね、あの川も撮ってさ、大変なんだよっての撮ってるのに、はい、なんか金子さんさ、水割りをくださいとか歌ってなかったわけじゃん。
なんか知らないけど、ね、横で、うん、これはもう多分今日のライブはないぞとそう思ってですね、うんうん、まあ、水割りもそうですし、うん、はい、もうビールも用意して、うん、そうですね、もう部屋飲み大会がそうだよ、そのもうその日一日はですね、初めてそのツアーの中で、うん、ゆっくりオフ日になったってことですよ、はい、うん、そんなですね、うん、エピソードが、はい、それは去年ですね、去年ですが、はい、堀井純さん登場するのは実は8週目でございますね。ちょっと待って、登場するの俺は、登場するんですまたほらね、また無理なことばっかり言うのよ。なんだろうねこの人のさ、いや、せっかくせんべいのさ、なんだろうなこの生まれ持ったさなんていうか、気づいたらもうそこにいて、そう何かもう決まってたみたいな、決まってる感じで全部動いてるから、そうそうそう、いや、しかもですね、先ほど脚本を見ていただいたんですよ、そうだよなんだろうね、なんだろう、ね、せっかく宮崎でまた再会したわけでございますから、うん、はいはい、これはもう、うん、あのスタジオに出ていただきたいということで、うん、僕ら今回あの堀江純さんのライブ駆けつけたわけですよ、うん、そうですよ、ここはね、はい、都の城、都の城、都の城、はいはい、宮崎県のね、はい、そうです、駆けつけたということは、うん、それを見るために時間を合わせたということでしょ、その開演前の時間を、普通はそうだでしょ、いやいや、でも、まあ、ね、お仲間の、いやいやいや、でも僕ら行ったのは終わったじゃないですか、ライブライブ終わってから来る2人おとぎってどうなの皆さん、リスナーの方々、ね、失礼ですよね、本当に申し訳ございません、そしたらさ僕らのね、僕らの、はい、まあまあ、出演者は僕だけど、スタッフのね、うん、僕のためにね、はい、近くの中華料理屋さんがね、はい、あの差し入れですよ、差し入れ、もう何品も持ってきたのを、はい、バクバク食ったの誰ですか誰ですか、ね、あの唐揚げの皿の盛りを、盛りをすごいですよ、いや、いや、だってだってですよ、ジュンさんが言ったんですよ、唐揚げが一番似合うのお前だそう、いやいや似合うけどさ、うん、限度ってのがあるでしょで人にはね遠慮ってのもあるんだよ本当そう、ね、限度イコール遠慮2個ぐらいが普通でしょ、ね、さらに、ね、びっくりしたね、びっくりした、5個取ってましたからねいやいや、あれは金子さんの分も入れてた、またそうなんだ、金子さんの分1個でしょ、いや本当に美味しいものをいただいて、いやうまかったですね、やっぱり地のものというのはですね、非常に地のもの、中華料理で地のものって地のものいやいや、あのほら鳥鳥、ああ、そうそうそう、まあまあ宮崎のね、地鶏ですからね、もう、あの酔っ払ったら、酔っ払ったらダメなんですよ、地鶏足みたいな、全然面白くないんですよ、それがね、純さんね、あのそれで結局どうなるわけ、どうなるんですか、来週やるんだ、そう、来週ですね、いやだから今週は、うん、堀江純さんの、うん、ライブの告知も、これ3月のですね、うん、FM 高知は、うん、3月の18日、まず、うん、3月の18か、はい、3月の18日放送、あ、ごめんなさいね、今日収録だから皆さん聞いてる人、はい、3月の29日に、はい、横浜、あ、横浜のパラダイスカフェというところで、ライブ、初めてのライブなんだけど、あの滝智晴さん、うわ懐かしい、懐かしいですね、あの堀内さんの南回帰線という曲、そうそうそう、南回帰線、滝さんがやっているライブレストランがあるんだよ、素敵なところ、まあ、料理もめっちゃ美味しいところ、はい、そこでの初ライブ、3月29日横浜で待ってます、横浜で待ってます、はい、待ってます、はい、そうですよ。こいと。あとは最近、まあ、何年も前から童謡唱歌を歌ってるじゃん。はい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 、ライブでね。はい、でそれが実ってですよ。はい、実った。実って、はい、今年の、まあちょうど今放送してる頃がレコーディングですね。うんうん、だから多分5月ぐらいには12曲入りの堀江純が歌う童謡唱歌の、ね、素晴らしいですね。待ちに待った。はい。っていうのもね、よろしくお願いします、はい、という、ね、はい、本当に。滝智晴さん、僕、うん、僕の高校時代、うん、滝智晴さんが一度延岡に来たことがあって、うん、僕前座したことがあるんですよ、前座、はい、高校時代、いや、あの忘れてると思いますけど、言っとく、言っとく、金子博則が、うん、はい、言っときますよ、延岡に一度来た時に、うん、僕前歌を歌った男を知ってるって思う、うん、藤井さんが言ってくれ、いや、すいません、これ本当に偶然なんですけど、うん、僕もあの前座、知ってんの、いや、滝智晴さんが、うん、長崎平和音楽祭というですね、はいはいはい、これに来られたんですよ、うん、で僕らその時前座だったんですよ、あれメルというバンドで、うん、あ、そうですか、はい、でその時南海岸線、その時に海援隊さんと、うん、その滝智晴さんと、うん、あとリリーさんと、うん、もう一人、もう一組いたんですけど、うん、そこのそこはもう痩せないからダメだ、爪が甘いよ、甘い、ほんと爪が甘い、それだったら言わなきゃいいのにさ、そう、もしそのもう一人が聞いてたらどうするんですか俺の、俺か私の名前言えよって言われる、ほんとだよ
まあいいよもういいよ、うん、だ次週頑張るでしょ俺が、ね、そうなんですよ、うん、あのこれね楽しみ、はい、いやこれですよちょっと脚本急遽書き直しましたんで、うん、そうですか、はい、何役で登場するがお楽しみってことになるのかな。いや、まあ、言っちゃうの。いやもう言っても大丈夫。じゃあ言ってくださいじゃあ、はい、うん、片岡家のですね、はい、課長のお父さんの役ですね。あ、え、まあ、つまり金子さん扮する中、うん、あの中田優、中田優さんの後の奥さんになる、はい、ふみさんのご実家のお父さんです。ふみさんの俺は父だ。そうです、ね、父です。あらどんな感じでやるんだろうね。いやバリバリの土佐男ですね。あそう俺、ね、北海道出身で北海道出身でその言葉でどうすんのよ。いやいやいや、まあそれはですね、やっぱりあのこういった、うん、こういった世界でございますからね、うんうんうん、ラジオドラマでございますけれども、なりきっていただいて、なりきってなりきっていただくんですけど、うんうん、堀江純さんのカラーもきっちり出した脚本なんで、はい、どうだろうな、でもな、この企画とかやってるのがこのせんべいだろどうなんだろう。違う違う、企画というか脚本とか脚本でしょ。だからもっと大事じゃないかね。いや結構ね、これ面白いんですよ、うん、面白いの。はい、あら、はい、結構ね、まあ、ハマってる人が多い。多いですね。そうですか、はい、特に本人ハマってますね、毎回ですね僕言うんですよ、素人みたいな言い方は僕がいやいやいやなるほど、ね、せんべいさん、うん、最高ですね僕意外とね、アーティストはね、ナルシストなの。いやいやいや、あ、いいですね僕って、うん、そうそう、いや僕最高に面白いと思う。もう一人主役がいて、そうです、ね、金子さんは旦那さんの役でしょ、はい、で当然その彼女の役の、はあはあはあ、はい、それ誰やってるの。ドイツ。ドイツ、はい、ドイツにいるんですよ。あのドイツにいる、日高よしこさんと言いまして、はい、アニメソングの女王と言われてまして、はい、日高よしこさん、日高よしこさん、はい、美しい声だったね、すごく声がね、あのいい人で、ドクタースランプあられちゃんの映画版の主題歌を歌ってた、そうです。あとね、アニメもね、日本のアニメもね、うん、もうだいぶ昔の多いんですけど、うん、それも歌ってるんで、うん、そうです。じゃあ、主役がそのね、日高さんと金子さんで、はい、どう使いっぱしみたいな。そうそう全部そう使いっぱしりですよ、ね、そうです、そうです、うん、まあ、演出しますから演出ねまあだからあの来週はね僕もまあどんなふうに、ね、どんなふうにできるか分かりませんけれども、はいはいはい、楽しみにしていただきたいということで、はい、いやいや、日高さんもですね、堀江純さんよろしく言ってましたんで、分かりました、はいはい、ということで、はい、来週お楽しみしていただきたいと思います。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。恋文お漫画好きぜよ。龍馬脱藩祭及び脱藩マラソンイメージソング青い風でおなじみフォークデュオおとぎが第31回坂本龍馬脱藩祭へゲスト出演決定。幕末ソングを歌い上げる。3月22日日曜日は高知市高田和霊神社へ。あなたに会えてよかった、心からありがとう。最後の旅立ちのお手伝い、心からのお見送り、ハートホームつむぎ。亜鉛タウリングリコーゲン配合の広島県産牡蠣を贅沢に使用したサプリ、海乳 EX 濃縮牡蠣エキス、一袋で牡蠣155個分、2粒で亜鉛 12mg。 お問い合わせは 0120-724614、 何しろいいよ健康サポートセンターまで。ラジオドラマ恋文お漫画好きぜよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。